はい、こんにちは、まっちゃんです。今日は花のケージ、せーの、いいね。花のケージで、誰もが憧れる生き様を紹介したいと思います、ね、花のケージって、知ってますかね、北斗の拳を書いた作者原哲夫先生が書いた作品なので、ものすごく画力がすごいんです。絵がもうめちゃくちゃうまいんですね。で、これってね、まあ、そもそも、ある小説、めちゃくちゃ面白い小説で、劉慶一郎っていう方が書いた一無安風流記っていう小説が原作になっています。で、主人公が前田慶次、この人は実在の人物です。加賀百万石の、前田利家、ね、前田利家の甥っ子にあたるんですね。その人の、生き様を描いた本なんです。本名前田慶次郎とします。この人歌舞伎者なんです。歌舞伎者ん？なんじゃそれっていう話なんですけども、歌舞伎者ってあの歌舞伎ちゃいますよ。歌舞伎者ってね、ウィキペディアで、見てみると、あの歌舞伎者というのは威風を好み、派手な身なりをして常識を逸脱した行動に走る者たちのことって書いてありますね。戦国時代の末期から江戸時代初期にかけて、その時のこう社会風潮っていうか、流行りっていうのがあったんですね。の社会風潮で、江戸や京都の都市部で結構こう流行したと言われているんですね、うん、で、まあ、今で言うあの暴走族とか、まあ、ヤンキーの類みたいな感じなんですけど、まあ、いわゆるああいう風な中途半端なただの目立ちたがり屋っていうものもいれば、もうほんまにその生き方に、なんていうかな、生き方に信念を持った人たちっていうのもこう歌舞伎者っていう風に言われてるんですね。だから、まあ、あの極端な話、信長、織田信長とか豊臣秀吉とか伊達政宗とか、ああいうのも、まあ、若い頃は歌舞伎者歌舞伎者だったっていう風に言われていますね。要するに、その刑事のようなその真の歌舞伎者とは、世間の常識とか、周りの目に流されずに、義を重んじて仲間を大事にして自分の信じる道を貫き通す人のことです。やはり人は自分の信じる道、自分の信じた生き方を貫いてる人を見てかっこいいっていう風に思うんですよね。他人の目を気にしすぎて人と自分とを比較して、他人軸で生きている人っていうのは、はっきり言ってかっこよくない。単純に僕はもうかっこいい生き方をしたいのか、かっこ悪い生き方をしたいのか、そのどっちかなんですよ、ぶっちゃけね、うん、で、前田慶次の生き方っていうのはめちゃくちゃかっこいいんです。例えばですね、ある日慶次は豊臣秀吉に、呼び出されるんですね。たとえ相手が天下人の関白秀吉であっても、自分は歌舞伎者ですから、ね、歌舞いてるわけですから、そんなもあのペコペコするわけにはいきません、ね、でも下手にね、秀吉の機嫌を損ねたりしたら、ね、打ち首どころか、もう加賀百万石がお取り潰しになる可能性だってあるわけですよ、ね、秀吉がもうカーって怒って、秀吉を怒らせてしまえば。だから諸大名たちはもうハラハラドキドキだったわけなんです。もちろんそのおじの前田利家なんかは、もうほんまにいい加減にしてくれよ、ちゃんともう粗相のないようにしてくれよって言うて、もうドキドキハラハラでも見ておれんかったわけなんです。で、そこでですね、刑事もね、歌舞伎者ですから、歌舞いた姿を貫き通さないといけないわけですよ。で、刑事はどうしたかというとね、まあ、呼ばれますが、聚楽大ですわ、ね、もうあの豪華絢爛、あの権威の象徴の聚楽大に、大広間に呼び出されたわけなんです。ほんなら刑事は、前田慶次郎とします、まかり越しましたって言って、さっそうとね、こう入ってきたわけなんです。声高らかに、ほがらかに。服装は白い袴に赤い小袖、そして、虎とウサギの毛皮で作った紙紐をまとってですね、身につけてですね、登場、さっそうと登場したわけですよ。もういでたちからして、もう威風堂々ですよね、はい。で、さらにポイントは曲げなんです。こう曲げってこうくっとこうあるでしょ、こういうやつ、武士がしとるやつね、あの曲げを横にこうやってしてつけとったんですよ。これどういうことかっていうとね、
これで、平伏しますわね普通ね。もうあの関白の前ですから平伏した時に、平伏はしたけれどもこうやってした時にそってそっぽ向いたんです。ほんならこの曲げがこうまっすぐ立ちますわね。こういう芸を施したわけなんですよね。こう分かります、どういう意味かっていうとね、一応平伏はしてますよって、平伏の風は装ってるけれども、でも心の中はそっぽ向いてますよっていうふうなことを口にしないけれど態度で示しつけたわけなんですよ、ね、たとえ関白といえど一人の人間が、ね、上から呼びつけるなんていうことは失礼やぞっていうふうなことを、まあ、いわゆる平等論を態度で示したんですね。で結果秀吉は、まあ、その刑事の態度に対して、まあ、秀吉自身も自分か昔かぶいてましたからね、それで感心してですね、もういつでもどこでも歌舞伎通して構わんぞと、歌舞伎通せって言って、歌舞伎御免状っていうのを与えたという話なんですね。まあこれ一つのエピソードなんですけど、まあ一個人が総理大臣であっても大統領であっても天皇陛下であっても恐れませんよと、正しいと思ったら正しいと思った道を私は貫き通しますよっていう人なんです。かっこいいですね、めっちゃかっこいい。爆逆の友っていう言葉もこの漫画で覚えました。信頼する友のためには自分の命さえ命以上に大切にする、仲間を大切にする、これもかっこいいですね。まあ、ここまでの人物っていうのはもうまさに伝説級ですけど、でもやっぱり信念を貫いて他人に流されずに仲間を大事にして生きることがかっこいいっていう風に教えられたんですよ、ね、中学校の時に僕この漫画を読んでこういう生き方ができる人間になりたいなっていうふうに思ったんですね。このチャンネルでは心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。